私本体平気は、吉川英治晩年の歴史小説。1958年1月から、毎日新聞に連載された。新、平家物語に続く大作の長編小説である。初版単行本は、毎日新聞社から刊行された。原稿は、吉川英治歴史時代文庫のほか、インターネットサイト青空文庫では、無料で読める。室町時代に成立し、 鎌倉幕府滅亡から南北朝時代を描く軍記物語で近世以降の文学にも影響を与えた太平記が題材である。明治体制では天皇に背いた大悪人とされた足利高氏南朝の大中心として美化されていた楠木正成などイデオロギー的に語られ戦前は一種のタブーであった日本の南北朝時代を 高氏を主役に新たな解釈を加えて描く。楠木正重も温厚な苦悩の人として描かれ、戦前の中心のイメージを大きく変えている。また、ヒロインに藤屋社を登場させ、乱世に生きた女性の悲劇を背負わせている。1957年に久保文雄により鑑網関係資料として紹介された、鑑瀬系図によって、猿学能で知られる鑑網が、 以下のハットリ一族の出自であること、楠スノ氏とハットリ一族が隕石関係にあること、カ阿アと楠スノキマが血縁にあたる可能性のあることが指摘される。吉川英治は久保を通じてこの説を知り、作中ではこれに基づいて創作が行われている。高氏の若き日から鎌倉幕府の東海、県務の申請から南北朝の分立を経て、 港川の戦いがクライマックスとなる。高氏、忠義兄弟の確執などを描く終章はやや急ぎ足の展開となるが、これは裁判年の病床で執筆したためであり、完結した翌年、吉川は死去している。1991年放送の NHK 大河ドラマ、太平記の原作となった。太平記はオリジナルストーリーでドラマ化されており、 私本体兵器の内容とは大きく異なっている。2006年から2008年まで、リード社の月刊漫画誌、コミックランツインズで、岡村健治作が、私本体兵器が連載され、単行本前4巻が出版された。ありがとうございます。